プライムローズは、手塚治虫による日本の SF 漫画作品。七色インコの連載終了から1ヶ月後の1982年7月9日号から1983年6月3日号まで、週刊少年チャンピオンに連載された。手塚自身は当初 SF 漫画の連載を希望していたが、当時の編集長であった。 悪津国彦には SF 漫画は売れないという考え方もあって SF 漫画の連載には否定的だったそこで SF を薄め剣と魔法の世界の要素を取り入れたヒロイックファンタジー的な本作のアイデアを手塚が出してきた手塚は本作の世界観を説明するのにハンナ・バーベラプロダクションのテレビアニメ原始家族フリントストーンの例に挙げ原始時代なのに 石のテレビや自動車がある世界と説明している。本作の主人公エミアは、おてんば、跳ね返りな性格の手塚ルミ少女キャラの、正当的な性格をしたキャラクターであるが、恋大きい女であり、次々に恋をする点が大きく、異なる。エミアが、女選手として戦う、際の衣装は、露出度が、高く、また人前で裸になるといったセクシーな描写も多い。 黒沢哲也は、手塚が以前にもやってたように、連載当時に流星していたラブコメやロリコン漫画に対する対抗心からではないかと推測している。しかし、こういった流行に対する対抗心が先行した手塚作品が異端の作品となってしまうこともよくあることで、本作も感情が先走って、ストーリーに一貫性がなくなり、 主人公の突飛な行動ばかりが目立つようになった。その結果、連載当時には評価されず、手塚自身も気に入らなかったことから、なかなか単行本化されなかった。手塚自身も悩みつつ執筆していたようで、このコマにエミアの裸体を描くべきか、視線の行き先を点線で示した方が良いかなど、当時担当編集だった伊藤義彦に、 それまでの他の作品ではなかったような相談を行っている。1983年8月21日に日本テレビ系列で放送の第6回24時間テレビ愛は地球を救うないで本作のテレビアニメ化作品であるタイムスリップ1万年プライムローズが放送された。日本テレビと手塚プロダクションの共同制作。制作当時は原作が まだ完結していない上に、打ち切りが決定して、結末の改変を行わなければならなかったため、本作のストーリーこそが、手塚が思い描いていた結末を描いているといい、また時間の関係で、エミアとピラールの関係などストーリーの骨子や、主要登場人物は、若干の、設定やデザインを含め細部にはかなり相違点が見られ、ピラールなどた作品でデザインを流用したキャラクターは、 視聴者の混同を避けるため別デザインに変更したキャラクターもいる。その最たる例として原作には近未来的なメカニックが登場するのに対し、このタイムスリップ1万年では古代ローマのような生活水準であることが挙げられる。その他人物ごとの相違点については登場人物説で小説する。遥かな未来、世界にはグロマン人特有。 クリット人という二つの人種があり、ククリット人は、グロマン人の支配下に置かれていた。立家の養子として育てられてきた少女エミヤたちは、総徳ピラールを倒し、グロマン人による屈辱的な支配を退けるため、人馬の下で剣の腕を磨く。タイムパトロールのタンバラ街は、核爆発のショックで、日本の九十九里浜とアメリカのダラスが一万年後の、 世界に飛ばされてしまった事件を調査するためこの時代を訪れ、それらの街がそれぞれククリットとグロマンの起こりであることを突き止める。一方、ガイの後を追ってこの世界にやってきたガイの弟、タンハラ分裂は悪魔と出会い、彼女が人間同士を戦わせるために二つの都市をこの時代に持ってきたのだと聞かされる。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。 タイムスリップ1万年プライムローズに関するカテゴリー、ありがとうございます。